皆さんこんにちは、セイラです。皆さんは三菱重工 F35 がついに量産化に向けての動きを加速させていることをご存知でしょうか。世界では安全保障問題が最大の話題となっています。ロシアによるウクライナ侵攻は残念ですが、戦争は人類がすでに決別した過去の問題ではなく、現在の問題であることを再認識させる結果となっています。日本にとっても対岸の火事ではありません。日本の周辺国は軍事費増強を続ける中国、ミサイル開発や核兵器の開発を独裁体制で行う北朝鮮、さらに今回ウクライナに侵攻を行っているロシア、これらの国のことを考えると、日本の安全保障をめぐる状況は悪化の一途となっています。さらに中国は一つの中国を掲げており、台湾有事の可能性も高まっているとされます。そんな中で日本の防衛力、中でも空の防衛力は注目が高まるところです。航空自衛隊が持つ最新鋭戦闘機の F-35 戦闘機を三菱重工が量産化するという話題が注目されています。今回は F-35 の量産化というテーマでお話ししていきます。 F-35 とは、F-35 戦闘機はアメリカ空軍の統合打撃戦闘機計画によって、単発単座のステルス多用途戦闘機として開発された機体です。アメリカのロッキード・マーティンを中心とする複数の企業によって実際に開発されました。第5世代 Z 戦闘機に分類されるステルス機で、現在世界最強の一機ともいえる評価を受けています。アメリカ軍は F-35 を2443機配備することを予定しており、さらに現在 F-16 などの旧世代戦闘機を使用している国でも採用される可能性が高いため、最終的な製造数は5000機以上に上るとも言われています。 F-35 はステルス戦闘機かつ多種多様な任務を行えるマルチロール機であり、戦闘機としての性能は言うまでもなく優秀なのですが、開発の遅延や当初予定より大幅なコスト高などの課題も抱えており、調達価格は1億ドル、日本円で130億円ほどとなり、高すぎるという声もあります。三菱重工 F-35 とは、実はこの F-35 は完成までにパーツが世界中を巡りながら機体が完成します。それは一般の航空機と同様です。有名な例としては、西欧各地に機体生産拠点が散らばっているエアバスです。エアバスの航空機はヨーロッパ各地に、例えば主翼を担当する工場やエンジンを担当する工場があり、それぞれ行ったり来たりしながら一機の航空機が完成します。F-35 も全部胴体と主翼はロッキード・マーティンの担当で、テキサス州フォートワースの工場で作っていますが、後部胴体と尾翼は BAE システムズの担当でイギリスで製造しています。実はその中に愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場が食い込んでいます。実際にこの工場で製造の一端を担った機体、三菱重工 F-35 が航空自衛隊に納品されています。量産体制の立ち上げ、防衛省は航空自衛隊が装備する F-35 の機体整備拠点リージョナルデポの準備が整ったとして、三菱重工小牧南工場をリージョナルデポとして稼働させています。アメリカ軍は F-35 戦闘機の各国配備が進む中で、機体とエンジンを中心とした重要整備拠点を各地に設置する構想を描いています。アメリカ政府はアジア太平洋地域における F-35 の機体整備拠点となるリージョナルデポの設置について、日本とオーストラリアを設置拠点にするとしています。このことはアジア圏において F-35 の本格的な保守メンテナンスを行えるのが日本とオーストラリアだけの2カ所になるということを意味します。日本の F-35 をメンテナンスする意味でも大きいことなのです。三菱重工の小牧南工場は F-35 の製造だけでなく、修理や整備、あるいは改修に至るまで行える貴重な拠点となっています。このことの意義は実は非常に大きなものです。兵器として製造と修理と整備が揃っているということは、実際の運用では非常に重要なことです。もしも戦闘で被弾、
あるいは訓練中に故障した場合にすぐに修理し復帰させることが可能となります。もちろん現実的にはパーツは世界各国で製造されているので簡単なお話ではありません。しかしすぐに復帰させることができるかもしれないということは F-35 の抑止力を高める構図となっているのです。現在の配備数とこれから F-35 については装備庁は機種選定の際に23年12月の安全保障会議において決定され閣議了解された42機のうち23中規模に基づく6機及び26中規模に基づく28機の計34機について契約しています。 F-35 は高い次元の性能を誇るマルチロール機でステルス性能も兼ね備えています。2022年3月現在、配備状態にある多くの機種を F-35 単一で置き換えることが可能であるため、アメリカ空軍、同海軍、同海兵隊ほか航空自衛隊など多くの国ですでに実戦配備が始まっています。さらに性能向上型の開発も行われており、最低でも21世紀末までは現役であろうことが確実視されています。世界的な緊迫度が上昇する中で完成されており、配備すれば確実に航空戦力を拡大できる F-35 を手に入れたいという国は多くなっています。2022年3月現在の F-35 生産数は770機となっています。そして導入した国は日本、アメリカ、イギリス、イタリア、イスラエル、ノルウェー、オーストラリア、韓国、オランダ、デンマークの10カ国で配備が進んでおり、ベルギー、シンガポール、ポーランド、フィンランド、スイスの5カ国が導入を決定しています。これらの国々の総発注数は約3300機となり、F-35 が F-16 や F-4 を上回り、アメリカ最多生産ジェット戦闘機となることも十分に考えられる状況です。ちなみに F-16 は現在も生産していますが、約4500機。F-4 は約5000機の生産実績を持つ機体です。日本でも次世代戦闘機については開発が進んでおり、世界各国でも同様に開発計画が進んでいます。しかし新機の開発にはどうしても莫大なコストと時間が必要です。実際に開発のめどが立っているものはほぼない状態であり、 F-35 は現実的な選択肢となっているのです。この調子でいけば F-35 が F-16 や F-4 を上回り、アメリカ最多生産ジェット戦闘機となることも十分に考えられる状況です。まとめ。ここまで三菱重工が F-35 をついに量産化するというテーマについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。世界の緊迫感はロシアのウクライナ侵攻によって急激に高まっています。そんな中で世界各国はもう一度安全保障政策の見直し、あるいは防衛力の強化に動いています。典型的な例としてはフィンランドで、フィンランドは NATO 入りを決断し、これまでの中立外交政策からの転換を打ち出しています。ウクライナ侵攻の引き金となったのがウクライナの NATO 入りと言われる中で、かなり勇気のある決断です。日本においてもアメリカとの同盟はありますが、国家として自分の国は自分で守るという大原則からは逃れられません。日本の周辺国を見渡すと軍事的なパワーバランスは激動しています。自分の国を自分で守る、それを実現するために必要なのは国家の予算とテクノロジーです。テクノロジーの面で日本で F-35 の組み立て修理ができるということは非常に意味のあるものだと思います。F-35 から見える防衛の問題を私たちも真剣に考えていかなければならないタイミングが来ています。F-35 の完成品が世に出るまでには、パーツやコンポーネントやそれらを組み合わせた部分品が世界を移動しながら完成する構造にあります。その中に日本の三菱重工が入っているということは、少なからずテクノロジーの吸収やノウハウの向上が見込まれるでしょう。このことは日本が次世代戦闘機を開発する際にも必ず生きてくることが考えられます。そう考えると F-35 の持つ役割は戦闘機としての能力も当然ですが、そこに付随するものにも注目していきたいところです。
それでは最後に質問です。皆さんは F-35 の生産についてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。